皆さんこんにちは。令和5年4月内部研修動画です。見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設老健船橋紅葉、それでは、内部研修を早速ですが始めていきます。今回の就業規則の改定追加についてご説明ご報告していきます。詳細についてはサイボーズとレジュメを添付いたしますので、資料を確認しながら動画も視聴していってください。それでは、追加事項第9条含む心得7番、職場におけるあらゆるハラスメントを禁止します。これはパワーハラスメントやセクシャルハラスメントおよび妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント等についての詳細をハラスメント防止に関する規定を別途定めました。条文を就業規則に追加いたしました。続いて第17条公休日。職員の公休日は次の通り、月によって10日または9日、2月は8日とし、年間で116日の公休日とする。公休日カレンダーに基づいて4月は10日、5月は10日、6月は10日、7月は10日、8月は9日、9月10日、10月9日、11月10日、12月10日、1月10日、2月8日、3月10日となっています。続いて第31条、訓戒減給および出勤停止について、こちらもパワーハラスメントを防止する、禁止するという前条の規定を追加したことによる懲戒等に関する規定を追加となっております。詳細はレジュメを参照してください。続いて第38条懲戒解雇、こちらもパワーハラスメントを禁止する、ハラスメントを禁止するという就業規則の条文の追加に基づく、懲戒解雇事由の追加事項となっております。こちらもレジュメを参照してください。続きまして第39条年次有給休暇、使用期間終了日の属する月の翌月1日に付与するものとする。年次有給休暇についてはシステムの変更と今年の4月の1日以降の有給付与に関しては個別で対応を取っていきますので、所属長主任にまずはご相談ご報告ください。最後です。第40条特別休暇、こちらは年末年始と夏季休暇をなくし、その分を通常月の公休日を増やしましたので、特別休暇一覧表が、変更となっております。こちらもレジュメを参照してください。以上です。